こんにちは、 K2 スノーボードのライダー渡辺大輔です。今日は K2 の試乗会で藻岩に来てます。今回僕が試乗というか乗ってる板は来年から新しく出るパスポートです。これは僕が乗ってるのはジャパンフレックスになってて、一応ユニセックスになってます。サイズが146から163センチ、ワイドサイズもあって、それが58と62になってます。この板の、特徴っていうか、乗り味はすごい、どんなところでも乗れるのが一番なのかな。フレックスに関しても僕が乗ってるのは160センチなんで、ちょっと硬めに感じるんですけど、でもその分結構ジャンプとかハイスピードになってもすごい耐えてくれるんで、すごい気に入ってます。サイズすごいたくさんあるんで、短くすればその分トーションフレックスも柔らかくなるんで、結構選びやすいのかなとは思います。ソールもすごい平らというか綺麗になってるんで、パウダーから板がファッて出た瞬間も人一倍輝いてます。で、この板は中級者から上級者に乗ってもらいたい板になってて、すごいどこでも行けるオールマイティな板になってます。じゃん。ぜひ気になる方はチェックです。こんなのワンサイズしかなくて、これがいきなり